苦味が嫌いであればよく熱する。とろみがつくような感じに煮詰まるんですよ、こうやって。いやちょっとね、もうほんと今日挨拶考えてたんですけど、もうほんとネタ切れで、前も一回募集したんですけども、今回また募集したいですね。このクソ酔っ払いに言わせたい言葉言います。誰の真似してほしいとかもやりますから、似てないと思いますけども、ぜひコメント欄に書き込んでください。ほんとよろしくお願いします。ほんときついので、もう締めに行こうかと。ということで今回はですね、ヒルナンデスで紹介されたね、ピーマン丼です。ピーマン大嫌いなんですけどね、ピーマン大嫌いな僕でもめちゃめちゃギョリギョリ食べれるっていうピーマン丼、これを締めにしてですね、次の動画に向かいたいと思います。リュウジのバズレシピ、いいですか。ということでですね、もう僕も本当にもう今回は語らせてください、僕の大嫌いなこいつについてね。ピーマンっつうのはね、苦いんですよ基本的に。昔はもっと苦かったから、ピーマンっていうのが嫌いな野菜のヒットだったんですけど、今のピーマンはそこまで苦くない、そこまで苦くないですけど、僕みたいな舌が敏感な舌が敏感な人は多分ピーマンでまずいって言うと思うんですよ。なんですけども、ピーマンを苦くしない方法あります。何をしたらいいかというと、よく炒めることなんですね。実はね、ピーマンって食感を残せってみんな言うんですよね。それって中華料理の技法なんですね。食感を残すと苦味が残るんですよ。実はね、ピーマン単体として食べるんだったらピーマンの食感はいらないんですね。どういうことかっていうと、熱を加えてピーマンの苦さを逃がす、ピーマンの苦さを消す、それが大事なんですね。すっごい火を入れるとピーマンの苦さが飛んじゃうんです。前置き長くなりましたけど、それくらいピーマン嫌いなんですよ。ということで、ピーマン嫌いな僕でも美味しく食べれるピーマン丼、これからやっていきたい。ピーマンっていうのはね、このね、ヘタをねこうやって押すんですよ。こうやってね、こうやって押して、そうするとね、パカンとね、パカンと、ほらもうこんな感じで、こんな感じでパカッと抜けます。シュッとやるとこのヘタがね、ヘタが抜けるんですよ。種食べれるから残しといてもいいんですけど、今回はまあちょっと種以外の食感を生かしたいので、種はね出していきます。でもう一個もサクッと切って、種をこうやって出しておきます。ヘタは硬いのでちょっとね、別で、ここ別であと処理していきましょう。ヘタは硬いので別で処理して、食べれるものを捨てるのってもったいないので、いやちょっとちょっとこれは厳しいな。味付けさせてください。ピーマンの種とヘタを抜いた部分を、これをね、ごま油とお塩と味の素ですね。はい、それでこれを、僕はね食品ロス撲滅に努めているんで、やっぱねここら辺はねやっていかないといけないと思います。はい、これを、あっうまっ、で、うまっ、で、うまいよこれ、種美味しい。半分に切っていきます。はい、だからピーマンをね4等分にするってことで、ピーマンのねこの食べれる部分をね、こうやって4等分にしていきます。大好きなのはピーマンの種、俺もご飯を温めたら、ね、ピーマンを仕上げちゃいます。まずごま油小さじ2入れます。ごま油ね、ピーマンの青臭さ消し取ってくれるんでね、温めておいてくださいフライパンはね。皮目から焼いていきます。種も美味しかったでも今。ちょっと焼いていきますね。全体を炒めていきます。ピーマンって火を通せば火を通すと苦味がなくなっていくんですね、これね。苦味が嫌いであればよく熱する。これが大丈夫だ。よく炒めた後に、僕の推しの鳩のご飯がね、炊き上がりましたんで、これは、丼にね、こうちょっとこう入れていきましょう。どんぶりね、はい、全体にこの表も裏も照りが出てきたらタレ投入していいっていう合図ですからね。まず酒大さじ1、あと醤油ですね。で黒胡椒を振りましょう。重要な味の素1234振り、ね、汁気ねちょっと残ってると、ちょっと煮てピーマンをね、さらに火を通していきます。タレがねこれぐらいちょっとこうとろみがつく
くような感じに煮詰まるんですよ。こうやってこうやってね、こんな感じに煮詰まったらご飯に盛り付けていきます。ピーマンを牛肉のように扱ってください。それぐらい美味しくなってますから。そして残ったタレ、これはですね、これぜひね、ピーマン丼の全体にかけてあげてください。このタレがね、うまい。ていうかね、ほぼタレ。これいりのごまをパラパラパラっとかけたら、はい、それではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。泣くね、これ。やっぱこれでしょう、笹塚ビール。いただきます。いただきます。いただきます。おおうまいね。ピーマン丼、ピーマンの苦さ全くないよ。ピーマン嫌いに僕が言うなら間違いないです。甘みだけが残って、タレの旨味、しょっぱすぎず甘すぎず、山椒でございます。ちょっと振ってご飯と一緒に食べる。お、たまんね。つまみになると、そしてビア、このチャンネル世界一楽しいチャンネルだと思います。ピーマンってこんなに美味しくなるんだと、ピーマン嫌いな皆さんにもやっていただきたい。ぜひ試していただきたいです。石田純一です。靴下履いてないしね。俺が靴下履いてないと靴下べ。いや、靴っちゃうの。まったくもう映しちゃダメだよ、もう本当に。裸足なんですねってすげえ言われたもん。裸足ですよ。靴下嫌いなんだもん。